このチャンネルは、保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、卒業記念、黒猫の子猫、マクロちゃん、臆病でも人が大好きということでですね、この子がマクロちゃんって言うんですけれども、ちょっとなんかね、警戒心が強いというか、臆病な子ですぐにね、下の方に行っちゃったんですよね。ということで、猫兄さんはおもちゃでちょっとおびき出そうかなと思って振ってるんですけれども、実はもうこの中にいなかったんですね。で、移動して最初のところにまた来ておりました。で、おもちゃを見た瞬間ね、すぐに追いかけてきてくれてね、ポテーンとかけておりますけれども、まあ、こうやってね、遊びながらね、警戒心を取ってもらおうかなという作戦をしておりますよ。ね、やっぱね、子猫らしくてよく遊んでくれますね。お、コロンとひっくり返ってますよ。あ、いいですね、このね、コロンとなってる姿。コロン、コロン、コロン。コロン遊び方が可愛いな。いいですね、キャバワですよ本当に。あ、いい表情してるね。やっぱね、黒猫ちゃんなんでね、なかなか表情って分かりにくいかもしれないですけれどもね、でもお目々も丸々しててとっても可愛いですよね。いいな、こういうね、やんちゃな子もいいんですけれども、こういうね、穏やかな子っていうんでしょうかね、こういう子も本当にいいですよね。可愛い、触らせてはくれたな。よしよし。今回のお店は大阪難波にある保護猫カフェ、猫のえにわさんです。最近ね、猫のえにわさんね、黒猫ちゃんが結構多かったかなと思うんですけれどもね、どんどん卒業が決まってきてね、本当に良かったですよね。さあ、ちょっと遊びもね、落ち着いてきたかなっていう気もしておるんですよ。なかなか降ってもね、遊んでくれなくなっているので。どうした、頑張りかな。どこ見てるんだろうか、気になることがあるんだろうね、多分。椅子の隙間からちょいちょいとね、してる姿っていいんですよね、可愛いですよね。撫でさせてくれるか、ちょっと警戒心があるようなね、そんな感じはしてますよね。やっぱおもちゃでまだ、ね、遊んだ方がいいかな。上を見てるとね、さとりちゃんっていう子がいておりましたよ。一瞬だけでしたけれども。で、紐のおもちゃに変えてみましたよ。どうでしょうか、こちらのおもちゃは。お、ちょいちょいと。で、爪研ぎの中に入っておりますが、で、この中で楽しそうに遊んでくれておりますね。うん。この両手でね、こう広げて遊んでる姿って可愛いな、やっぱり。いいです、いいです。あ、いいですね、この表情。ちょっとこの角度だとね、結構表情も見えますよね。コロンとなったぞ。だんだん楽しくなってきたんでしょうね。走り回ったりとかはしてないですけれども、こういうのいいですよね。あらあら、白猫ちゃんが来たぞ。ちょっと隙間から出すとね、猫ちゃんは反応をしてくれましたね。あ、出した出した手が。いいですね、この。この隙間から出てくるの可愛いんですよ。さあ、ちょっと落ち着いてきまってますよね、これね。撫でても、お、ひっくり返った。あ、ちょっと甘えるようになってきたな。よかったよかった。ちょっとこの猫ちゃん順応がしてくれていいですね。いや、もともとね、すごくマクロちゃんっていうのは人のことが大好きなんですけれども、臆病というかすごく警戒心が強い子だったのでね、慣れるまではね、ちょっと時間かかるんですけれども、やっぱね、慣れてきて心を開いてくれるとね、甘えてくれたりとかするんですよね。で、実はこの日がね、猫兄さん初対面だったんですけれども、もうすでに里親さんがこの日も決まってたということでね、やっぱね、それだけ可愛いですしね、甘えたさんということですぐに決まったんですね。よかったよかった。あ、また悟りちゃんが来てくれたよ。サトリちゃんもね、結構遊び好きで人懐っこい子ですからね。お。でもやっぱね、マクロちゃんが遊んでるので遠慮してくれてますね。いい子だな、サトリちゃんも。サトリちゃんもなんかすぐに決まっちゃいそうですよね。可愛い子たちですよ。あら、一緒に中に入ってくれると可愛いですが、うん、すぐ出ちゃったな、残念。
まあ、でもマコロちゃんもね全然嫌がることもなくね攻撃したりとかもないので、うん、すごくいい子だ。もう出ちゃったよ。さあおもちゃでどうするか。おお遊んでくれてるピョンピョンと飛び込んでてかわいいですな。もう立ち上がったよ。こういう姿もいいな。おおまた中に入った。あまた転がったぞ。いやーたまらん。この子本当に可愛すぎるよ、ね、黒猫ちゃんって綺麗ですよね。カミカミしてよく遊んでくれてるよ、うん、お腹もふもふもふなんだこの表情ねえ可愛いね、うん、遊び好きなんでしょうね。こういうね爪研ぎというかこういう中に入ってるから安心できてるのかもしれないですけれどもね。どうなんでしょうかマクロちゃん、遊び方がとっても可愛いですよ、うん、楽しんでくれてるよ。ちゃいちゃい立ち上がっていいなあ、楽しそうにしてくれてるよ。ポテンキャワワですね。実はお膝の上にはねシュウくんが乗ってくれてたんですよね。お膝にねあの猫ちゃんを乗せながら子猫と戯れるって幸せでしょ。あたまらん。おまたひっくり返ってくれたよ。コロンコロンしながらねケリケリとかしてる姿もたまりませんね。これもう里親さんもね毎日こういうね姿が見られて楽しいでしょうね。いやーマクロちゃん可愛すぎましたよ。皆様いかがだったでしょうか。マクロちゃんの可愛さにキュンキュンしたんではないでしょうかね。これからもね猫ちゃんたちの卒業したというね情報も随時配信していきたいなと思っておりますのでチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫のえにわさんでした。